今回紹介するのは薬屋の独り言11という本ですシリーズ累計1250万部謎が一気に明らかになる最新巻き最速リリース面白さ絶対保証怒涛のクライマックスに活目せよ追加修正でウェブより良くなっていた基本的な流れはウェブと変わりませんが前回入れてなかった 林大人のエピソードの修正挿入やちょっとした人間関係の描写を追加することで登場人物の掘り下げや心情がうまく出せていました西武でのネコネコの滞在と話はまだ続きますが問題そのものは一区切りというまきです良かったとは思うのですが大体いいウェブで読んだ流れなので。 私はいまいち感動というか読む考えがどうにもなくなってしまうので冷静に評価できていないというかつらめ評価になると思われます。イラストがついてより作品が楽しめるので嬉しいのですが。 初回読んで楽しめた人の感想も知りたいですね西部地域における謎が明かされるシリアス回答編中外防止のための鳥を利用する謎の一族風読みの一族と原因不明の理由で属滅させられた犬一族との関係が明かされ国の西部地域をめぐる謎が明らかとなりますそこには意外なレギュラー人物たちが意外な形で 静かに、深く、そして強い意志を持って関わっていました。本来の小説の主人公は猫猫ですが、彼女はこの巻では、国の命運を左右する舞台と脚本からは遠藤いわき役にすぎません。今回はユーモア成分はかなり薄く、シリアスさが大幅に増えています。 自分を英雄とする舞台を作り上げようとする危険な名優ところが舞台を作るのは一人ではなく強制的な脚本変更の布石はあらかじめ仕組まれていた主人公太郎と準備していた名優が予想もしないところから以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。